まあ、これが最初の、まあ、定義に関わる話ですけど、まあ、二つ目、まあ、歴史の話をちょっと見るとですね、スナックっていうのは二次会で行くところですよね。で、最初研究会始めた時に、二次会っていうのは江戸時代にもあったのって話をしたら、まあ、それはないって話になって、へぇ、面白い。始まったのって言ったら、まあ、これはもう明治時代なんですね。明治時代のその、まあ、宴会とかっていうのは、これ、それまで刀刺してちょんまげだった人は突然洋服着てね、革靴履いて、で、まあ、一番その極端なのは、鹿鳴館でパーティーとか、その自分の家族とか連れて行って踊らされたりするわけだけど、当時の人は耐え難かったみたいですね、ああいうの。一次会ってのは、これは思想や建前の領分で、フランス料理とか食わされて、まあ、我慢できなくなって、新橋とかのね、芸者出して、お座敷に行って、革靴脱いで、背広脱いで、畳の上にどっこいしょってやったら、ああ、落ち着くわ、って話で、これがまあ二次会なわけなんですよね。だから近代化のもとで、そのまあ西洋的な家族的交際とかね、求められるんだけど、慣れないと。やっぱ芸者がいるとこ行ってね、畳の上に靴脱いで座り込んでやって、初めて本音が話せるっていうので、すごい面白いのは、その日本は近代です。本音と建前の領分っていうのを空間的にも分離するんですよ。で、これ二次会と。で、これは後のその、いわゆる料亭政治とかそういうのに繋がっていくことにもなるわけでもあります。だからこういう形で、まあ歴史的には、まあスナックとか夜の街などができてきた。他の国と比較すると割とはっきりするんだけど、かなり日本独自の文化で、韓国とかね、中国、あるいは香港とかの一部に行くと、セックスと切り離された形で日本のそのまあキャバクラとかスナックに当たるようなものがあったりすることあるんだけれども、基本的に日本から輸出されたものってか、駐在員が行くからできてるような感じのものなんですよね。近代の国は基本的にも売春と結びついてるけど、面白いのはそのまあ水商売っていうのがそのおもてなしスプリッツみたいな感じで、完全に切れて存在してるっていうところがまあ、ちょっと本当に本命的な独自性だろうと思います。非常に面白い。で、三つ目としては、このまあ、統計とか地理に関わる話で、まあ、タウンページをもとにね、どこに、なんて店があるかって全部データベースを作ってあるんだけれども、各、市区町村、スナックの件数と、こういう世帯数から始まる政府が発表している統計指標を、突合して、スナックが多いところとか少ないとか、どういう特徴があるのかっていうのをいろいろ調べたりすると、非常に面白いことが分かって、まあ、改めて、スナックとは何かなんですけれども、東京とかでね、もう代官山書店とか、ああいうところでやってたやとか、こういうふうにしてると、スナック行ったことない人ばっかりとかで、ほんと話しにくいんだけれども、まあで、基本的にね、これはまあ深夜酒類提供飲食店の届け出でやってるのはほとんどです。だから、風俗営業の許可は取らないでやってるのがまあ普通なんですよね。ただまあ、その、スナックは本当にいろんな形のものがあって、これは普通のスナックの形ですよね。でもね、本当面白い、こういうスナックあるんですよ。何ですか岡崎で講演した後に連れて行ってもらったんですけど、この庭園なんですよね。多治見にあるやつで、これも人から連れて行ってもらったんです。これ家じゃないですか。家で、ちょっとおしゃれな、こう、蕎麦懐石料理の店みたいな感じだけど、これスナックで、靴脱いで上がって、これ、死ぬりのテーブルで、この私の隣の方が、東農新規の理事長さんで、彼が連れて行ってくれたとこなんだけど、まあ、その地域の名士の方が来るお店ですよ、ね。非常に面白い店だったけれども。女の人も靴脱いでるんですね。そうそう。なんか、着物着てるママがこの中にいるんですけど、スナックね、64年にできたって言ったんだけれども、なんでかっていうと、やっぱオリンピックと関係があって、それまではね、スタンドバーとか深夜喫茶とかあったんだけど、割とその荒れてたんですよね、深夜やったり、ジュークスボックスで音楽かけて大音量出したりして、社会問題になってました。オリンピックが開催されるから、ちょっと悪い風俗は外国のお客さんも来るし、締め付けとこうということで、風営法改正して、夜中にね、営業できないようにするんですよ。ただそうなると、まあ、おかみから言われたから店辞めるわけにはいかないじゃないですか。当時のね、法律の立て付けは、お酒出してても、食べ物を出してれば深夜まで営業していいってことになったんで、よく聞く話は、その、入り口の近くのカウンターの上にね、サンドイッチ、サランラップかけておいて、警察が来ると、いや、うちは、スナックを出してるバーです。軽食を出してるバーですっていうので、スナックバーを名乗り始めたというふうに言われてます。最初の頃はね、スナックは、ちょっと今とは違う感じで、小さなスナック、映画があるんですけれども、全然ちょっと今とは雰囲気が違ってたんですね。これ主人公が藤岡弘さんでですね。カメラですよね、はい。彼が松田コスモロータリーっていうかっこいいスポーツカーに乗ってスナック乗り付けるみたいなやつで、全然今とは感じが違う。だから面白いのは仮面ライダーの話が出てきたけど、71年ですよね、仮面ライダー。はい、あの時その東堂さんって親父さんっていう人がいたけど、彼の仕事ってスナックのマスターなんですよね。あ、そうなんだ。だって今の子供が日曜日に見てるやつで、スナックのマスターは出るって考えられないことでしょう。でも、こういうものとしてやっぱ扱われてたって、ね、今とやっぱ全然違ってたって感じなんです。
いつ頃そう今みたいになったかっていうと、だいたいね、77年からの、まあ、最初8トラっていうガチャってやるカセットテープみたいなカラオケでしたけども、だいたいね、80年代にオートチェンジャーが出てきた頃ぐらいに、いわゆるその社交ビルとかソシアルビルって言われるそのスナックばっかり入ってるようなビルが全国にこう立ち始めるんですよね。そういうところに今のそのスナックの原型ができ始めたから、まあ、だいたい1970年の末から80年ぐらいから今のような形のスナックになったと。まあ、カラオケがあって、カウンターで、みたいな感じになったと思います。まあ、これ、キャバクラと比較するとね、結構対照的で、キャバクラはその、いつできたかはっきり分かってんですね。82年の5月にそのできたの、これが一番最初なんですけれども、本も出てますが、でもね、スナックもいくら調べても、何年の何月何日に、誰がどこで何ていう名前の始めたのかっていうのは分かりません。で、まあ、今、スナックの話してますけど、日本に今存在している夜の店の業態、こんな感じですよね。スナック、ガールズバー、ラウンジ、パブとか、キャバクラ、クラブ。まあもうほぼ絶滅してない、いわゆるグランドキャバレーとか、まあサッカークラブである。まあまあでも今その夜の街の王様は多分まあキャバクラですよね。ちょっとまあ今厳しい感じみたいです。むしろスナックの方が生き延びるかもしれないなと思って見てるとかあります。割と最近若い人がね、スナックに行くのが増えてきてるんですよね。あ、そうですか。以前ね、飯田さんと面白い話してて、国土交通省なんか出してる資料で、スターバックスなんか人口何万人、何十万人以上になると出店可能性が何パーセントになるとか資料ありますけれども、飯田さんと話して面白かったのはね、本格的なキャバクラがあるのは人口30万を超えないとダメだよねって話をしていて、30万を超えると、やっぱ本当都市らしくなってくると。まあ、身も蓋もない話だけど、要するに知り合いに合わないってことですよね。割とこれは面白い話で、都市っていうのはやっぱり匿名性があることは一つの条件なんだけど、ね、30万を超えないと都市ではないなっていうのを話をしてて、それとキャバクラがあることがリンクしてるの面白いねって話してた。夜の街の研究っていうのは今しておかないとやばいっていうのがあって、このやばいっていう言葉はなぜやばいっていうか知ってますか？存じ上げません。明治時代の初期とかにあってやばっていうのがあって、この絵にもあるようにこう、弓をマットでいると着飾った姉ちゃんが生やし立ててくれたり、血を吐いてくれるキャバクラみたいなとこなんだけれども、奥で非合法の売春してたんですよ。警察に踏み込まれてもおかしくない場所っていうので、だからやばいって言葉が来たんですよ。で、これ森鴎外のウィタセクサリスの中に出てくるんだけど、私も知らなかったですね。これ研究会で歴史の先生に教えてもらって、当時の人は当たり前の言葉で、今日本に住んでる人間でね、キャバクラって聞いて、それは食べ物ですかって聞く人いないわけですよね。それと同じように、当時の人はやばって聞いたら、みんな知ってたからやばいって言葉になったんだけど、わかんないじゃないですか。ということは、100年経ったらキャバクラって何ってなる。あるいはスナックって何ってなるから、まあ、この何十年って一時期だったかもしれないけれども、この日本列島に存在してたものを記録残したいなっていうのもあって、まあ、それで研究してるっていうのも、あるわけです。では、いよいよその、まあ、件数とかの話ですけど、最初はね、10万件以上あったんですよ。2010何年。これはもうものすごい数で、美容院とか不動産屋さんとか居酒屋とかも、軒並みその多いやつと比べても遜色ないぐらいで、最初ね、研究始めた時は、これだけの件数がある業態について全く研究とかないの、その逆にすごいなって、ちょっと驚いたりもしました。人口1000人あたり1件存在できるんですね。で、これは、まあ、現状ではここまで減ってる。ただね、これちょっと、やっぱりいくつか留保が必要で、さっきね、1980年ぐらいに今のスナックの原型ができたって話しましたけど、80年に例えばじゃあ30歳だったら、まあ今いくつかって考えると72ですよね。だからね、一番ボリューム層がある人たちがやっぱ高齢になってやめてるっていうのはやっぱあるんですよね。鳥取に84歳のママがやってるスナックがありますよ。そう、でもまあ、まあやめる人多いですよね、やっぱ。特に多いです。怖いからやめるっていうの多いから、それでどんと減ってるっていうのももちろんあるわけです。店舗の数はね、これはコロナ前の数ですけれども、このね、総件数はまあ面白くなくて当たり前なんですよね。はい、東京とか大きいところがまあ多いと。だけどもこれ人口あたりだと全く違う結果で、全然違う結果出てくるんですね。面白いですね。鳥取7位じゃないですか。うん、鳥取はね、ものすごい多いんですよね。これ見てね、面白いな。西日本が割と圧倒的なんですよね。まあ逆にね、下位はじゃあどこかっていうと、総件数も対人口比も最下位なのは奈良です。奈良はね、県民一人当たりの飲酒量も全国最下位です。あ、面白い。46位が埼玉で、まあ千葉、東京ってデータ出した時、やっぱりって話になったんだけど、飲食店の数はね、昼夜間人口比率と完全に比例するんですよ。比例はちょっと言い過ぎか。まあ、かなり強い相関があって、要するに何かっていうと、夜そこに寝てる人、つまり住民票がある人分の昼間、どれだけそこに人がいるかっていうのが、まあ、昼夜間人口比率で、もう少しその、わかりやすく言うと、通勤してる人が多ければ多いほど、
飲食店の数は少なくなるんですよ。千葉、埼玉そうでしょ ?1 時間かけて会社の近くで飲んで、はい、自分のところでは飲まないから、はい、で奈良はもうまさにそうじゃないですか。奈良はもうみんな奈良県の中で奈良市一番上の方にあって、ほとんど大阪とか京都に通勤してるから、うん、奈良だって飲むとこないんですよね。はい、奈良はね、非常にちょっと余談だけど面白くて、はい、コロナ中に公園に行った時にね、見に行ったんだけれども、うん、それが大宮っていうところで、まあそれこそこれ安倍さんのあの時の犯人が住んでる、うん、あそこに行った時にね、まあ飲み屋あるんだけれども、奈良っていうのはね、こう路面にあるこう一軒家みたいなスナックがね、一軒しかないんですよ。全部ね、ビルの中に入ってる。なんでだろうと思って、公園の時に行ったら、地元の方が来て、いや、それはなぜかっていうと、奈良はね、掘ると、なんか出てきてしまうと。大丈夫っていう場所が分かったら、縦に通すしかないんですよ。うん、全部ビルに入ってるんですよって話してて、結構面白かったです。まあ、今の視覚的に表すとこんな感じなんですよね。色が濃いところ、赤いところが、まあ、スナックが多いと。西高東低になってるのが分かる。まあ、飲酒量とも割と相関してるんですよね。まあ、鳥取は結構酒飲むところですね。46になってるのはね、これ酒税の激変緩和措置で沖縄はいつも除いて、で、次はね、市区町村ですね。で、件数ね、これ一番多いのは中洲です、福岡の。中洲、すすきの、広島、流れ川、佐賀、北新地、長崎、市安橋とかバーっと続くんだけど、うん、面白いのはね、この色がついてるとか全部西日本です。で、人口あたりで面白いのは、まあ、祇園、名古屋の錦、それから大阪の難波、北新地と続くけど、5位はね、これ人口3000ぐらいの高知の奈良町ってことなんですね。これはね、全部理由があるんです。今のものすごく細かいメッシュで示すとこういう感じになってると、ものすごい明るくなってるってことがありますよね。まあ、この瀬戸内海とか結構すごいんですね、やっぱ。ですね、なんか田舎ほどやっぱり明るいですね、なんか。ここら辺とかすごいですよね。端っこの交通の便が悪いところとか、高知とかね、こことかね。そういうところに結構増えるんですよ。流出人口が少ない町ほどスナックが栄えるんだ。流出してるんだけれども、他に行くとかないんですよ。なるほど。まあ、離島なんてまさにそうですけどね。あとはね、まあ先に答え言うと、自衛隊の基地とか原発関連施設があるところはもうめちゃくちゃ多くない。最高じゃないですか。ってことはスナック経営をするには、自衛隊と原発を作ればいいんですね。んまあ、そういうところでやるのが一番いいってことです。なるほど。まあ、鳥取県は全国で、件数は44位だけど、対人口比では7位です。でまあ、件数一番多いのは鳥取で、まあ、米子、倉吉、境港、琴浦というふうに続きます。人口比だとね、一番多いのは倉吉で、まあ、米子2位ですね。まあ、米子はだからやっぱ相当多いんですよね。これまあ、件数でも、対人口比で全国で134位だから、相当上の方ですね。で、まあ、これね、人口の偏りの問題があって、私よく話すんだけど、北海道、東北全県合わせて人口が多い年上から3つ言ってくださいって言うと、1、2はこれすぐ分かりますよ。何位分かりますか？細々じゃないですよ、それこそ。全然違います、それは。そうなんだ。これは前までちょっと旭川だったんですよ。でもね、今は岩城、郡山、旭川ってなってて、これ全部県庁所在地じゃないんですよね。東北はね、30万超えてる年がほとんどないんですよ。でもっと言うとね、本当ね、人が少ないんです。で、どれくらい少ないかっていうと、東北全県の人口と東京都の人口同じぐらいで、うん、そうですね。北海道の面積は日本の国土の30何パーセントだけれども、人口だと 10% ぐらいしかいないんですよ。だからね、すごく人の数がやっぱ少ないっていうのがあって、西日本はやっぱ人口中密性とか人口が多いからこういう飲み屋が増えるっていうのも結構あります。西日本って多いんですね、人口。うん、なるほど、なるほど。見ると、30万超え年なんてボロボロありますからね、西日本、九州だけでも。ちょっと一個だけその、まあ、この、那覇里の話をしておくと。日本一です。打診地とかにそこしてね。まあ、今実は、一番最新のデータと那覇里が人口あたり一番多いんですけど、まあ、データ出した後に、一度、高知で仕事があったついでに自腹を切って行ってみたんですけど、あ、すごい行きにくいとこなんですね。高知からやっぱ2、3時間かかって、まあ、室戸岬の近くの方です。うんで、まあ、町のホームページ見るとこれで、22件スタックあるんだけど、だいたいどこにこんなとこにあるんだっていう場所なんですよね。ここはね、平安時代からある古い商業校で、紀貫之の土佐日記とかにも出てくるぐらい古いんですね、那覇の。なぜこんなにスナックの数が多いかっていうと、加護ドックってすごい大きなマグロ漁船を回収するドックがあって、ああ、なるほど。ここにその、まあ、キャキに来てる人と、まあ、マグロ漁の人が来るんで、それで多いんですね。で見てね、初めて、あ、そういうことか、というわけで、まあ、小さい3000ぐらいの
街にね、ぶわーってそのスナックがあって、まあ、割と本当すごいところです。これも本当余談だけど、これ私飲み行った時に行った、マーメイドっていう、ナハリのスナックのママで、この人、南アフリカの人。すごい。なんでかっていうと、旦那さんがマグロ漁の漁師で、行ってたわけ、ケープタウン。うんうん、そこで出会って、まあ当時の南アフリカ、アパルトヘイト政策やってて、有色人と結婚できないから、駆け落ちしてこっちに来て。駆け落ちしたんだ。すごい。地理的な分布傾向はまあこういう感じで、まあ西日本と、あとまあ東北の一部で。それでまあ地理的に端っこのところ、青森とか、あるいは宮崎とか、高知とか、山口とか、うん、そういうところがまあ結構多くなるのと、まあ割との極端な数字が出るのは大体まあ自衛隊、米軍、原発関連施設があるところがまあ大きく。うん、まあ、店名も全部こういうデータ作ってるんですけど、まあ、日本で一番多いスナックの名前は桜です。桜愛、花、優とかいう感じで、まあ、ついてる。で、まあ、最後にですね、まあ、スナックの今後みたいな話をちょっとしたいと思います。うん、これ、コロナと関係なくてもですね、経営者がやっぱ高齢化してるのあるんで、まあ、コロナ前から3割以上は10年で減るだろうっていうふうに言われてはいました。ただですね、この写真にあるような若い人が経営して、若い人が来るようなスナック、ニュースナックっていうふうに言ってるんですが、はい、割と増えてきていて、若い人がスナックに興味を持つの割と出てきているようです。今日はちょっとまあ若い人の話はちょっと僕として、まあ高齢化社会の中でって話をちょっとしようと思います。で、これはですね、地方行くと本当に大きな前景化されている問題なんだけれども、うん、人口に占める高齢者の割合は非常に多くなってきてるわけですよね。そこもね、昼からとか見たことありますよね。昼から。何すかそれ。昼からスナック開けて、じいさんばあさんが来てカラオケしてるっていう。うん、ありますね。年寄り朝早いんですからね。うん、4時5時に目覚めちゃうから、うん、もう12時とか行ったらまあ夕方ですよ。だからまあ、行ってまあ、お酒飲まないにしても歌ってて、うん、結構最近増えてるのは、私の知り合いの店もやってるんですけど、うん、はい、老人ホームからバスでね、お年寄りが来て、お酒出さないんだけれども、うん、昼間そこでその昼からしてもらって、デイケア施設の代わりみたいに使ってるの結構あるんです。へー、面白いな。割といい音響施設があって、お店も綺麗なの、うん、昼間スナック場所が遊んでるから、そこ補助金出してデイケア施設として、その、いわゆる都市ストックみたいな感じで使ってる。いいじゃないですか。いいじゃないですか。でね、その中でもね、面白い、その、試みとして、うん、はい、介護スナックっていう話を少ししたいと思います。介護スナック。で、その話をする前にね、まあ、これ、どっかで聞いたことあるかもしれない。この二人、日本人なら誰でも知ってるこの二人何歳か知ってますか?60、わかんないっす。これ、意外と若いんですよね。54と48。いや、2018年だけども、うん、今の日本人の54と48ってこんなんなんですよね。綺麗ですね。これが、これになってるんですよね。なるほど。もっと言うと、まあ、これ同い年なんです。意味わかんない。これも同い年なんですよね。あれ意味がわかんない。で、これはね、まあ、要するに平均寿命は伸びたって話なんだけれども、はい、グラフにあるようにバーっと男女伸びてるんだけれども、まあ、日本の男性の平均寿命が60歳初めて超えたのは、まあ、1951年なんですね。はい。そこまでは、まあ、60歳で死んでいた。しかもその、定年もですね、98年までは55歳定年だったわけなんです。だからこれを覚えていてもらって、これをもう一回見てもらうと、この左の方はですね、あと1年で定年なんですね。そして6年後に死にます。だからこの人晩年なんですよ。タラちゃんとかカツオとかサザエに囲まれて、まあ今買ったら3億円は下らないだろうと言われる桜新町の大豪邸で畳めて死ぬわけです。この人、この人晩年なんですよね。で、日本人のその死に場所って面白いデータがあって、1951年には9割ぐらい自宅で死んでると。うん、いい死に方ですね。ポロリですよ。はい。けど、2009年になると9割病院です。はぁ。死ねないんですよ。長いから。はぁ。だからこれまでは、そのまあ、社外薬とかでよく言うので、人間には3つそのまあ場所が必要だと。ファーストは自宅ですよね。うん、セカンドは社会人としての職場。うん、はい。3つ目にそういういろいろ、その外で、仲間とかと集まる場所があって、この3つがあって、その、社会的な人間としてのその場所が全部完成するみたいな話があるけれども、うん、これから日本ってほとんどの人、半分以上の人がセカンドない人ですよね。だから、ファーストと、あと何かって考えたときに、やっぱりちょっと考えないといけないよねっていうので、まあそこで、まあこの介護スナックっていうのはちょっとフィーチャーされる。竜宮城。場所はですね、横須賀の方にあるんですけれども、うん、まあ、この市内でこういうサービスをやってる事業者が運営していて、うん、2時間飲み放題、食べ放題、歌い放題で、まあ、結構高いと思うだろうと思います。
だけど、私の話を聞いたら安いと思うだろうと思います。でこれはですね、もともと、鍼灸治療院やってた佐々木さんっていう方が始めたやつで、うん、まあ、最初は鍼灸師だから始めたんだけど、今は福祉関係の仕事多角的にやってる、まあ、かなり優秀なビジネスマンとか事業家の方です。まあ、何年か前に取材したんですけど、まあ、若いイケメンの人で、非常に面白い人でしたけど、おっぱまってとこでやってるんですね、横須賀の近くの。シャッター商店街みたいな中に突然こういう店が現れる。ソファーあります。これね、実は全部こう、車椅子の高さに合わせてるんですね。ああ、そう。で、このね、こうドアなんかもこう、力なくても開けられるようにこういう取っ手つけて、うん、ここちょっと見にくいけど、こう、キーロック、ナンバー式キーロックがあるけど、はい、これお客さんでね、認知症の人がその、付き添いの人と一緒に来たりすることはあるんだけれども、うんうんうん、外に出て危ない目にあったりしないように、こう、鍵とかも全部工夫してるんですね。実はこれ非常に福祉的な色彩が強いお店なんだけれども、非常に綺麗なお店にして、うん、いいお酒なんかも置いてやってます。飲み放題にしたりして、うん、店、下石に見えますけど、これウレタンでね、転んでこう、手ついても、大丈夫。骨折しない。うん、でこのテーブルも全部その横からしょってこう、横転しないように全部ボルトで固定してるんですね。で、トイレも、まあ、こんな感じで、まあ、こういうバリアフリーになって、中でおむつ替えとかもできるようになって。なるほど。これがま、ちょっと、正体なんだけど、うどん様腰の完売にって書いてるけど、うん、実はですね、これ行く前に施設とか家族と打ち合わせをして、この人には何のお酒をどういう飲ませ方でどれくらいまで飲ませていいっていうのをちゃんと管理するようにしてます。で、どういう人がですね、管理してるかっていうと、これ中に入ってるスタッフの人は看護師とか理学療法士とか介護士が入ってるんですね、その都度。で、来てる人も末期がんのステージ4とか要介護5の人とかで、要するにもう二度とね、外で人と一緒に飲んだりする機会はもう人生でないかなって諦めてるような人に安心して飲んでもらえる場所なんです。で、まあ、やっぱこの佐々木さんがこれやってるのも、まあ自分も自分の親もスナックが好きだから、年取ったりこういう癌とか介護になったりして、もうそんなんだから飲み行きたいとか言うなよってやっぱり言いたくもないし言われたくもないから、そういう場所を作ろうっていうのでやってるみたいです。全部込みで8000なんですよ。安いです。非常に面白かったのは、こういうのそのまあ、なんていうの、善意でやる、こう、人ってのは多いけど、商売として回らないと意味がないところがあって、この佐々木さんのやつは完全に待っても予約でいっぱいなんですね、ずっと。で、面白いのはですね、この介護士さんなんか割とシングルマザーの人とかいて、割と離職率もやっぱ高い仕事ですけれども、うん、佐々木さんのところは非常に離職率が低くて、この介護スナックに入ると、そのまあ、普段の介護士とは別にお金が入るんですね。だからその本当は夜のアルバイトとかしたいんだけれども、ちっちゃい子供がいて、そういうのできないような人優先的に入ってもらって、うん、でそこでまあお金もらえると。なおかつ、うん、さっき言ったような人が来てね、家族と飲んだりするから、うん、やっぱもう泣いて喜ぶらしいんですよね。またね、ここに来れるようにリハビリ頑張ろうとかいうふうになるから、お金ももらえて感謝もされるからね、離職率が非常に下がった。善意でいろいろ言う人は多いけれどもね、ちゃんとそう商売として回してて、なおかつ、やっぱ、これやってることですと、地元でも非常にやっぱり、こう、尊敬されてるっていうか、すげえやってるなと思われてるらしいんですよね、佐々木さん。なるほど。そういう意味では本当によくて、これ実際、このね、介護しなくて商標登録もしてます。ある。これを出すのは彼の、チェーンに入らないとできない、フランチャイズに入らないとできないようになってるんですね。これは一つには、もちろん儲けっていうのはあるんだけれども、うん、高齢者を食い物にするような形での介護スナックさせないためにそうやってるっていう話はされてました。今言ったようなスナックってのはやっぱすごくまあ大きな社会的役割っていうのを持っていて、まあちょっと小難しい話しますけれども、うん、ヨーロッパとかでね、市民社会ができてきた基礎には何があったかっていうと、ハバマスっていう人の公共性の構造転換とか有名な本なんですが、うん、どういう話書いてるかっていうと、イギリスのビールを飲むパブとかね、オランダでコーヒーを飲むコーヒーハウスとか、ああいうところでみんなコーヒーとかビール飲んで新聞読んでこう議論したりすることによって、市民社会が生まれてきたんだって話してて、やっぱ飲食店というかみんなが集まる場所って大切なんだと。で、日本でそれ何なのかって考えたら、ここやっぱスナックなんじゃないの。都会のホワイトカラーの人は分かんなくなってるけれども、うん、地方でやっぱり自営業とかやってると、これやっぱスナックみんな行くわけですよね。そうですね、はい。いろいろ土地取引の話とか、人の噂したりとか、あと選挙の話とかするわけで、だから本当にそういう意味ではスナックっていうのは馬鹿にしたもんじゃない、夜の公共圏になってるんだ。で実際今回コロナになってみて、まあイギリスはパブですけれども、うん、パブ、この左から右ぐらい減ってるんですね、イギリスは。あ、減ることによってどういう影響があったかっていうのをちゃんと書いた比較政治学の論文があって、うんうん、はい、ドリンキングアローンっていう論文で。ドリンキングアローン、はい。まあこれめちゃめちゃちゃんとした論文なんですね。
結論としてはどういうことになったかっていうと、はい、すごいスナックじゃなくてパブなくなったんだけれども、そうすると、本当結論だけ言うと、右翼政党が伸びてしまったと。なるほど。だ普段だったらパブで話してね、結構極端化しないようになってるんだけれども、一人で考えて一人で家飲むとろくなことにならないなと。なるほど。エグジット支持するような。だからね、日本でも、まあ、いいか悪いか別にして、この前参議院選挙があった時に私選挙や研究してる知り合いとかと話したのは、まあ、みんなスナック行けなくなったし、多分維新とか、帰国とか参政党みたいなのは結構伸びるだろうねって言ったら、まさにその通りになったなって感じはやっぱりありました。ガス抜きの機会がなくなるんですね。そうそう。夜の公共圏としてね、これやっぱ東京のホワイトカラーが本当わかんなくなってると思うけど、まあこういう場所になってるわけですね、ピーク。あ、おっしゃられるとですね。で、だからまあさっき3つの場所って話しましたけれども、なんかそういう意味ではやっぱそのサードプレイスとして社会的包摂を行っている場所ということが言えるだろうと思います。まあスナックに行ったらお金持ちであるとか身分が高いとか関係ないわけですよね。ママの前はみんな平等ってレベリングとか。おしゃれだ。行くとやっぱその地元の生活情報とか防犯情報を共有できますよね。うん、面白いのはまあ欧米に行くとね、心理カウンセラーとか精神分析とか多いけど日本は全然いなくて、なんでかなって話を心理学やってる友人としてたら、はあ、やっぱ日本にはスナックはキャバクラあるからでしょ。へえ、面白い。西洋のああいうのっていうのはまあ、教会に行ったのが、教会でその懺悔したりするのは心理カウンセラーとかになってるわけなんだけれども、日本はだってスナックとかキャバクラ行って愚痴言うわけじゃないですか。で、スッキリ。言います、言います。まあ、スナックってそういう意味では夜の教会ですよね、日本だと。教会チャーチだったんだ。街がやってるスナックっていうのもあります。うん、北海道の新得町ってところに、あの町が支援して、あの作ってるスナックがあったりして、あの非常にあの面白い、こう、反町営スナックみたいなのがあったり、私一回行ったことありますけれども。町営スナック面白いですね。うん、やっぱもう人口3000ぐらいで、4、4、5軒しかスナックがないところで、その1軒が閉まるんで、もう閉まるとね、ただでさえ暗い夜の町が、しかも閉まったスナックが町の人たちが集まるところだったから、それをそのまあ、あの、回収費、町と地元の建設会社がお金出して回収して、家賃とかそのまあ、町が負担する形にしたりして、近くにある帯広の銀行員だった女性が手を挙げて辞めてね、この人たちというところに来て、あの、スナックやってるという非常に面白い事例とかもあります。すごいな。それぐらいやっぱ大事な場所なんですね。そうなんですよね。あとはね、まあ、ちょっと今日もう一個だけ紹介しようと思ったのは、うん、知ってる人がやってるやつなんですけど、街中スナックってね、はい、やってる人がいます。うん、これはね、まあ、こんな感じのお店でやって、昼間はね、喫茶でやって、夜はま、スナックになるんですけれども、うんうん、あの中でその老若男女が交わって、そのま、いろいろお話しできる場所としてま、やってるとこなんですね。でカラオケなしで、で、お互いのね、話をすごくそのま、促進するっていうか、コミュニティを作ってほしいっていうのでやってるとこなんですけれども、中にこう若い人に立ってもらって、高齢者でも若い人でもこう来やすくて混じりやすいようなこういう外からもう丸見えでしょ。メニューなんかもね、こう乾杯メニューっていうのがあって面白いんだけど、乾杯だと例えば500円なのが、2杯目はね、300円か400円とかになってて、こう2杯目はね、隣の人にあげるやつなんですよ。よかった。それで話が弾むようにするメニューとか作ったりして、もういつ行っても結構満杯ですよね。全国800くらいあるし、全部に作りたいって言ってやってて、ここに出てる写真はね、東京の下町にあるとこなんですけれども、今ね、福井と、あと京都と沖縄とかにも作って、どんどんこういうの作ってやってるみたいです。街づくりに興味がある若者の中に入ってもらったりして、で、しかもこのスナック自体を全部こう繋ぐと、こう、モニターとかで。この街中スナックでママやってる人は他の店舗でもママできるようにしてるとかね。すごい面白いのやってるんですよ。今度ちょっと飯田先生と見に行こうって話をしてるんですけれども、いろんなところでそういうのはこう出してやっていこうっていう。だボランタリーチェーンなんですね。フランチャイズとは違って。これやってるの田中さんっていう方は一応火付け役でやってるんですけれど、この写真に写ってるところはね、このビルが入ってる上にそのまあ地元の会社があるんだけれども、そこが運営してるんですよね。ノウハウをこうずっとやって、ボランタリーチェーンとしてやっていくっていうやつで、非常に面白い試みをやってるのあります。まあ、60年に東京オリンピックがあって、その時にまあスナック生まれたわけですけれども、はい、スナックだけじゃなくて夜の街今結構大変なことになってるわけです。2020年代のわけですけれども、うん、もう一つの20年代っていうのをちょっと考えてみたら面白いことが分かって、うん、ちょうど100年前もね、スペイン風邪があってパンデミックだった時代だったんですよね。これはもう直前に第一次世界大戦もあってる時、戦争プラスまあ、
パンデミックで、まあ、今と言ってるわけですよね。スペイン風邪が終わった後どうなったかっていうと、まあ、この記事が非常に詳しく書いて、後で見てみるといいですけれども、非常に明るい話を書いてて、はい、実は1920年代ってのはめちゃめちゃみんな飲みまくった時代なんですよね。そうなんだ。アメリカはその狂乱の20年代、黄金の20年代と呼ばれる時で、だからこういうまあグレートギャツビーとかの舞台になったような、もうランチキ騒ぎの時代だったわ。だからまあ今ね、ウクライナ戦争とかもあってて、まあちょっとみんな暗い感じになってるけれども、うん、まあ人間っていうのは割とひどい目にあった後にはやっぱりまあバーッと弾けて飲むっていうのはあるから、はい、商売の方は最近やっぱ明るい話聞きたいっていうのもあるから、私公園に行くといつもね、まあ今大変だけれども、うん、こういう時は絶対来るはずだからという話をして、はい、頑張ってくださいって話してます。で、コロナについてね、まあこれまでの価値観が全部変わって、こうリモートとかね、地方移住とかになって全然変わるんだみたいなことを、うん、対面のやつとかも意味なくなるんだとか言ってる人もあったけど、うん、そんなことはないだろうと。ですよね、僕そう思います。通り、そうそう。まあやっぱひどい目にあったら、ハメ外して騒ぐはずですよ。しかも実際まあ今このズーム使ってやって非常に便利ですけれども、はい、リモートワークできる人ってその完全に収入に比例していて、1000万円以上の収入で 51% 初めて半数を上回るぐらいなんですよね。なるほど。1000万以上の人、じゃあ人口何パーセントいるのかって 4.5% なわけですよね。やっぱ世界は、まあ、この後もやっぱ対面に留まり続ける。それは、ズームとか、利便性を享受する人はいるけれども、まあ、それはこれまでと変わらないだろうと私は思っています。はい。で、私ずっとその、まあ、よく、このコロナ禍で講演で言うのは、地元の方、副知事やってた方から、スナック連れて行っていただいて、どうしてもここ連れて行きたいんだと。でなぜかというと、もう自分が昔から知ってる店、ここ絶対潰したくないから。すごいやっぱ店潰れても街行くなかったんだけれども、そこのままもう70、80の人が行ってたこと、80ぐらいか。先生、周りも全部潰れてるでしょと。真っ暗でしょと、このビルも、うんうん。私は絶対に閉めないし、やめないと。なぜかというと、バタバタ倒れてるけど、私がこれで生き残ったら私の天下ですよって話です。まさに今でも生き残ってるんですよね。だやっぱそういうふうな心意気でやってほしいなっていうのがあると。で、まあ、はい、本当に最後の話になりますけれども、まあ、この間ね、スナックとか夜の街とか飲食店はいじめ倒してきたけれども、うん、まあ、複雑のやりっていう非常に有名なそのまあ思想家が昔言った言葉でね、うん、まあ、本当の保守っていうのは横丁の蕎麦屋を守ることであるって話を書いてるんだけれども、近所にあるスナックとか飲食店とかまさにこれであって、うん、やっぱ天下国家のこととか大きいことを語る前にね、大事なそういうものを守るっていうのをやった方がいいんじゃないかなっていうのは私は。おっしゃられる通りです。すごくためになりました。我々としてもですね、鳥取の街の光をですね、絶やさないようにですね、谷口先生のですね、お話を参考にしながら、これからも頑張っていきたいと思います。というわけで収録を一旦締めます。セムでした。はい。谷口でした。ありがとうございます。